アケックはアメリカ陸軍の航空機搭乗員が用いるサバイバルナイフであるオンタリオナイフ社によって設計、製造され2003年から導入されたアケックは鞘から問いしイフ職能力に問題のあったナイフハンティングサバイバルパイロットを代替している等ナイフは1958年に設計されアメリカ軍によって使用され オンタリオナイフ社によって製造されている。2014年現在、完全には代替されていない。アメリカ陸軍航空部門によって設定された代替ナイフの必要条件は以下のようなものであった。必須とされた特徴は以下の通りであった。絶縁された柄など他の特徴は望ましいとされたものの、必要とまではされなかった。シートベルトを切断するための特殊な機構と、 ダイヤモンドでコーティングされたディスク状トイシュが鞘に覆われている。アケックはマサチューセッツ州ネイティックのアメリカ陸軍兵士システムセンターで行われたトライアルの後採用された。航空生命維持機材ベストに装備するべくアメリカ陸軍国防補給センターは2004年と2005年に11,881本のアケックを調達した。アケックアケックには 航空機からの脱出を補助するいくつかの機構がある。例えば、アクリルガラスを割るハンマーとしての能力や、航空機の外装アルミニウムを貫通する能力などで、ある。またドライバーや精密なエッジマーカーとしても使うことが、できる。並びにシートベルトを切断するためのセッパレートブレードや、ダイヤモンドディスク砥石を有している。ナイフは、長さ26センチメートル。 刃渡り1 3トル、ハーツ4 7 6ト、mm、ルであり、刃は1095炭素鋼からできている。当初、絶縁された柄は望ましいものの、必須ではないと考えられた。しかし後に、アメリカ陸軍航空医学研究所は、オンタリオのナイフの柄が絶縁されていないのは問題で、あると考え、オンタリオはこの条件を満たすために、アケックを再設計した。ゲルベル LMF。 2アケックは220ボルトの電線を切断することができる。矢印はハエのダメージが最小になるポイントである。2005年5月、ガーバー社は評価のため自社のアケック対応ナイフを軍に紹介した。ガーバーのアケックはすべての要件を満たし、絶縁面ではオンタリオのアケックを上回った。ガーバーのアケックは軍より調達を承認され、ガーバー社は 赤と日調和できる緑色の柄を備えたさらなるバージョンを発表した。ナイフには EN モールベストに装着できる別々の鞘を有するパラシュートカッターが付属している。ありがとうございます。